始まりました。舞台メアリーイコールジョイフェアリーライブステージ見るもでポン、いよいよ始動、何か発表ありそうスペシャル。はい、今回の配信はですね、私たちメアリーイコールジョイ全員が出演する舞台メアリーイコールジョイフェアリーライブステージ見るもでポンに関する情報をお届けしつつ、舞台のね成功をね目指して、私たちメアリーイコールジョイの団結力を高めるための企画などをやっていく配信となっております。はいね、楽しみだね。番組の感想はツイッターのハッシュタグで、ハッシュタグ舞台見るもでポンと、ハッシュタグニアジョイニアジョイをつけて投稿してください、はい、私たちの初のね舞台ですので、一緒に盛り上げてくださったら嬉しいです。盛り上げていきましょう。はい、そして今回の MC は私ではなく、くじ引きで決めたいと思います。はい、見てください、あちらにですねガチャガチャが置いてあるんですが、中にはメンバーの名前を書いた紙が入ったカプセルがねいっぱい入って、ガチャガチャをガチャ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 を回して出てきたメンバーが今回の MC となります。はい、もうスリルだね。めっちゃ本格的な感じ。そう、本格的だよね。すごい、見るまでポンみたい。見るまでポン。じゃあガチャガチャでポンしてくれるのは、じゃあアリス、ガチャガチャでポン、はい、お願いします。お願いします。お願いします。やっちゃって、やっちゃって、ちゃんとさ、コインがあるんだよ、コインね。うわー、いい、うわ、緊張する。やばい、何色すごい。あ、赤、ゆうかじゃない、ゆうかじゃない。開けますね。はい、やばい、アリスも、やばい、やばい、やばい。じゃあまずちょっと見てみます。おじゃあ発表していきたいと思います。今回の MC はじゃん、大志田美優。すごい、すごい、すごい。よっちまで言ってたんですよ、まいちゃんとジリが絶対にみつきだよって。あ、そっちました。頑張ります。頑張ります。助け助け。じゃあね、みつきは、あ、早い、もう言う前に。はい、じゃあみつきはね、MC 台の方に移動。はい、お願いします。かわいい、先生だね。先生みたい。鼓動が早くなってきた。どうしよう、どこから読めばいいんだい。どこから読めばはい、じゃあということで、今回の今回の MC は私、大志田美月が担当いたします。よろしくお願いします。頑張ります。お、お、もっともっともっと、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、ありがとうございますね。はい、それではね、改めて今回は舞台に関する情報をお届けするという配信ですが、みんなどうですかね、今の気持ち。ワクワクです。ドキドキ、ワクワクです。いよいよですね。ね、いよいよ舞台に向けてね動き出しているのですが、じゃあ、うん、ジュリーは意気込みとかある？はい、はい、あの私は演技に関わるお仕事をするのが、うん、今回が初めてということで、うん、なんかセリフをね覚えられるかなとかすごい不安でいっぱいなんですけど、あの共演者の方からいろいろなことを吸収して、あの原作のファンの方にもニアジョイのファンの方にも楽しんでいけるように、いていただけるような作品にできるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。頑張ろう、頑張ろう、うんうん、じゃあもう一人聞いてみようかな。じゃあさっきガチャガチャを回してくれたアリスにお願いします。はい、そうですね、やっぱり演技のお仕事は初めての経験なので少し不安なんですけど、やっぱりメンバーのねみんなが一緒なので安心して取り組むことができると思います。頑張ります。頑張りましょう。もう一人じゃあ行こうかな。じゃあまいちゃん お願いします。まさか私だと思ったんですけど、そうですね、12人全員でね、うんうん、あの一つの作品を作り上げるっていう素敵な機会をいただくことができたのでね、うんうん、あのジュリーも言ってたけど、原作の方にもファンの方にももう目いっぱい楽しんでいただけるようなステージをお届け、あ、舞台をお届けできるように頑張っていきたいと思います。うんうん、よろしくお願いします。頑張ろう。
みんなでね頑張っていきましょう ね。はい、ではそんな感じでメンバー一同初めての舞台に向けて頑張っていますが、最初の企画に行く前に、このニアリーコールジョイ舞台メルモデポンで私たちが演じる役にどんなキャラクターがいるのかについてお話ししていきます。はい、でここでは、ね、キャラクター紹介だけをします。誰がどの役かについてはこの配信の後半で発表になりますので、皆さんぜひコメント欄で誰がどのキャラクターになりそうか予想しながらぜひ見てみてください。はい、では最後まで私たちにお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは早速いきたいと思います。はい、じゃあ3役ずつ紹介していきます。はい、まずはこちら、どーん、かわいい、かわいい、見るもリルムヤシチですね。はい、じゃあそれだ、紹介させていただきますね。はい、はい、じゃあまずミルモ。ミルモは短気でわがままでへそ曲がり、たまにドジもしちゃう声の妖精。ある日突然中学1年生の女の子南楓の前に現れ、楓の恋を叶えるため、叶えるためにパートナーとして人間界に住むことになった妖精の里の第一王子。好物はチョコレートで、魔法をかけるときに使う楽器はマラカスです。シャカシャカシャカー。そしてね、リルモはミルモのことが大好きで、ミルモの婚約者です。いつもミルモにくっついて世話を焼いているのですが、婚約は親同士が決めたことだからとミルモには交わされがちです。好物はシュークリームで、魔法をかけるときに使う楽器はタンバリンです。魔法をかけるときはね、怖い掛け声と表情になります。そしてね、最後ヤシチ。ヤシチはミルモのライバルを自称する妖精忍者で、古文のサスケと半蔵を従い悪巧みで何かとミルモを陥れようとしています。ですがね、実は人情深く悪に停止きれない一面もあって、好物はかりんとうになっています。魔法をかけるときに使うガキはトライアングルです。キティーン。ということでね、視聴者の皆さん、この役はこのメンバーっぽいなど予想はありますかね。どうだろう。ぜひぜひコメント欄で、予想していただけるとね、妖精さんが、ね、出てくるかっていうのもね、出てなかったもんね。そう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 、どうだろう、なんか書いてありま、来てますか。なるほどね。どうかな、どうかな。何する。まあ、そうですね。何か来てます。リコちゃんとか何かありますか。みっちゃんはヤシチって。みっちゃんヤシチ。ヤシチ。人気ヤシチ結構出てるよ。シリキンいけそう。シャカ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 。でも、予想するの楽しい。でもまだまだね、全部ジュリーちゃん。全部ジュリーちゃん。オールキャスト。初演技とかだけ見たら初っ端からオーロすごい面白いね。みんなのミルモみたいに見てる。確かにみんなミルモ。ミルモのターンって来てるよ。ミルモのターン。どうなんでしょうかね。赤ちゃんね、じゃあそれではね、次の3役を紹介していきたいと思います。こちらです。どうぞ。ムルモ、サンド、そしてサスケですね。ですね、このムルモはミルモの弟で妖精の里の第二王子です。幼いながらに頭が良いんですが、腹黒い一面もあってですね、好物はマシュマロになっています。魔法をかけるときに使う楽器は小太鼓ですね。そして半蔵はヤシチのことを兄貴とした古文の妖精で、語尾は〇〇なのらという語尾になっています。なのら、ちょっとのろまなところがあり抜けている。好物はスワマです。スワマ。魔法をかけるときに使う楽器は木琴です。はい、そして次サスケ。サスケですね。サスケもヤシチのことを兄貴と従う古文の妖精で、語尾は〇〇だぜです。丸々だぜ。しっかり者と思いきや、まだまだね、半蔵と二人で一人前のね、見習い忍者であるんですよ。あるんですよ。好物は芋羊羹になっていて、魔法をかけるときに使う楽器は鉄筋です。鉄筋木筋と鉄筋。そう、半蔵とやサスケはですね、ヤシチ、さっき出てきたヤシチの子分で、2人でね、いつも頑張っていてですね、ムルモはミルモの弟ですね。すごい、かわいい。は
い、と、うん、赤ちゃん、赤ちゃん、 赤ちゃんだね、みんな赤ちゃんだよ確かにみんな赤ちゃんだ、ここはここ年代的に、年代的に一緒、赤ちゃん年代、そうだ、同じクラスだよね、うん、みんな赤ちゃんです、みんな赤ちゃんです、誰かなね、ここではね、メルモの弟だったり、ヤシの子分だったり、あの、とうとう、あの、出てきたんですけれども、じゃあまず最初の6キャラクターを紹介させていただいたんですが、みんなの好きなキャラとか出てきましたかね、まだ出てないかな、ももかはどう、好きなキャラクターとか、私は、うんうん、ミルムちゃん推しです、あやっぱりなんかミルモへの愛が強いところが尊敬ですね、やっぱり私も見習っていきたいと思いますかわいい、もう十分だけどね、愛はねはい、じゃあそれではもう後半に行きたいと思います、はい、じゃあ次の三役を紹介していきます、はい、こちらです、ドーン、ドーン、マンボ、ガビ、ペータですね、うん、はい、マンボはちょっと損な役回りに当たることが多くて、うん、見るもの友達です、うん、周囲からバカにされちゃうと学校悪いって言うなと反論するイバリンボです、うん、好物はコンペイトで、魔法かけるときに使う楽器はバンドネオン、バンドネオン、そしてね、ガビンはネガティブでマイナス思考なミルモの友達の妖精で、ガビーンが口癖です、好物はね、風船ガムで、魔法かけるときに使う楽器はハーモニカです、あ、うん、そしてペータも同じくミルモの友達で、感激すると泣いてしまうことがあるそうです、語尾は〇〇だべ、好物はドーナツで、魔法をかけるときに使う楽器はシンバルだそうです、ででーん、ででーん、じゃあもう一回視聴者の皆さんのコメントを見ていきましょうかね、皆さん何かね、ミツキのガビー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 すごい直感、ね、ベリーちゃんじゃんって言ってる、あれ誰がだろう、え、やっぱオールキャストその説が俺がそうなの、全部ジュニ、全員でさ、配信してさ、全部私だった、楽器みんな違うんだ、だって、うん、あ、そうなんですよ、ね、結構アニメでもね、描かれていて、ね、すごい可愛いんですよ、ね、ね、少しで豊か、みんなちょっと面白いコメントあったんだけど、読んでいい、レノンの口癖は、レノーンなの それではね、最後の3役を紹介していきたいと思います、じゃあこちらです、じゃん、じゃん、ピケ、ムン、パピーですね、はい、ピケは魔法界一の美形らしく、ナルシストで女の子から高い人気を集めていて、服が汚れるのは苦手、好物はモンブランで、魔法をかけるときに使う楽器は角笛だそうです、かっこいい、ムーンは口数が少なく、表情をあまり表に出さないミステリアスな妖精、見るもの友達だが存在感が薄いことを気にしていて、好物はミステリアスシャーベット、ミステリアスシャーベット、魔法をかけるときに使う楽器はオカリナだそうです、あ、オカリナ、はい、そして ね、パピーはウサギの耳がついた帽子がトレードマークの妖精で、ムルモのクラスメイトです、ムルモのことが大好きなのですが、本人を目の前にすると素直になれないツンデレな性格があだとなり、ムルモと喧嘩しては落ち込んでしまうそうです、好物は飴玉で、魔法をかけるときに使う楽器は鈴だそうです、かわいいシャンシャンシャン、ではではね、全役揃えたということですが、いかがでしょうか、全キャスト、全妖精様たち、全妖精様たちが出てきましたよ、じゃあね、このキャラクター、イコノイジョイメンバーで例えるとこの人っぽいなとかね、まいちゃん、あったりする、そうですね、難しそうだね、でも難しい、リルムちゃんがさ、すごく、なんていうんですかね、ビジュアルが可愛いっていうのもあるんですけれども、私の好みなんですけれども、それがすごく、なんていうんですか、愛も強いじゃないですか、なので、すごい、ノットイコールミーさんの鈴木ひとみさんにすごく、重なったところがあるんです、私の、愛といえば、鈴木さんだなって、私の中ではちょっと思っているので、重なりましたね、確かに、確かに、かわいいですね、ではね、改めてになりますが、どの役を誰が演じるかについては配信の終盤に発表しますので、ぜひ最後までご覧ください、はいはいはい、それでは全12キャラ、
どうしました、どうしました、大丈夫ですか、大丈夫ですか、イチャイチャしないでください。じゃあ続いての曲に行きたいと思います。はい、はい、じゃあこれからね、みんなで盛り上がれるチャレンジ企画の方に移りたいと思います。はい、はい、題して目指せ舞台大成功ニアジョイ団結力チェック。イエーイ、団結力、はい、団結力。舞台を成功させるためにはメンバー12人全員で一致団結する必要があると思いますが、うんうん、果たして今の団結力はどうなのかしっかり検証していこうという企画です。はい、はい、詳しくじゃあ説明していきますね。はい、お願いします、はい、じゃあこの12人の中から代表者1名くじ引きで選びます。画面上にお題が出されるので回答を手元のフリップに書いてください。はい、はい、代表者と他11人のメンバーの回答が全て一致すればチャレンジクリアです、うん、例えばで言うと、私が代表者で可愛い動物といえばというお題が出たら、みんなは私がどんな動物を答えるのか予想して回答していただきます、うん、代表者は先ほど使ったあのこちらのガチャガチャを使って選んでいきたいと思います。再び出番が。はい、じゃあちなみにね、お題ごとに、あのお題ごとに代表者も変わるので、その度にガチャガチャを回して決めていきます。ということでね、団結力チェックということで、うん、じゃああゆみに何か意気込みありますか。いやね、ニアジョイメンバーのね、みんなの団結力ね、うん、いや完璧なんじゃないかって思ってすごいバッチリだと思う。すごい自信あり。じゃあ自信ありということだね、うん、じゃあもう一人聞いてみちゃおうかな。じゃあ葵とかどうかな。いやー、ちょっとみんなに合わせられるように頑張ります。そう、確かに一人に合わせればいいんだよ。一人に、ここに代表者に。そうそうそう、なんかね、さっきあの、うん、あれだよね、あの練習でね、ちょっとやってみたんだけど、結構難しかった、ね、難しかったよね。簡単なお題をさ、うんうん、してくださったけど、難しかったね。そうなの、だから心配だね。まあでも大丈夫だね。大丈夫、大丈夫、今の結果、大丈夫だね。大丈夫、大丈夫、大丈夫だもん。難しいもん。ではね、じゃあ最初の代表者、決めるガチャガチャを回していきたいと思います。お願いします。じゃあ行きますね。嬉しいガチャガチャ。いいな、いいな、見たい。楽しそう。はい、はい、頑張れ。何色？ガチャガチャ。これは薄黄色ですか？それとも黄色ですか？これはライムイエロー。ライムグリーンとかですね。薄黄色。じゃあ、上げていきたいと思うんですけど、開かないですね。ちょっと押しながら、ちょっと圧をかけながら。頑張れ。めっちゃ頑張れ。ちょっとギュッてやって、頑張れ、ちょっとギュッてやって、頑張れ。誰だ、誰かが落ちた、誰かが落ちました。おお、頑張れ。上下の方上げてください。はい、ヘルプ、はい、ヘルプお願いします。任せたけ。おお、バン。ありがとう。すみません、ありがとうございます。じゃあではではね、発表していきます。はい、いきます。こちらです。ドドン、おー、ライダーキーさんです。やっぱジュリーなんかくじ運強い。ジュリーくじ運強いね、すごい。ではではね、あの場所を移動していきたいと思います。じゃあジュリーさんは MC 隊へお願いいたします。いつもさ、配信とかでさ、MC 決めくじもさ、いつもジュリー当たるしさ、あのさっきのリハのくじもジュリーだったんだよね。だからくじ運がすごい、ジュリー。ね、前回とかの配信も、うん、そうだよね、前回の常連じゃない。そうなんですよ。ではでは、ちょっとではでは、うん、皆さん準備はよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、お願いしますか。はい、ではね、じゃあ最初のお題発表していきたいと思います。はい、こちらです。お願いします。おお、楽屋で一番楽屋で一番元気なメンバーといえばです。これはいけっちゃう、どうしよう、わかこれ、みんな元気だよ、みんな元気だよ、飛び抜けて元気な。そうだね、すごい。だってさ、みんなペンが進む、もう決まった。え、やっぱ困ったでしょ。決まりました。決まりましたか。デコもして、はい、はい、決まりましたよ、これは決まりましたよ。爪かけた、爪かけた、いきますよ、では、はい、いきます、それではね、ジュリー以外一斉にオープン、はい、
どうだろう、ジュリー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 、え、マジっすか、ジュリー、ジュリー、ジュリーが理由に入ってなかったら、ごめん、これで私にかかってるよね、全部、ほんとすいません。今、ジュリーの回答を見ていきますか。いいですか。では、ジュリー、お願いします。はい、どーん。うるさい、ちょっと自覚はあって、あの申し訳ないなっていう風に思ってます。うるさいじゃないよ。最近はなんかあの独り言みたいになってきちゃってて、結構あの喋りかけてるつもりなんだけど、みんなが慣れてきちゃって独り言になってきちゃってて、だからちょっとうるさい自覚はちょっとあるかな。すいません。元気が出る、元気出る、元気出る。元気だったよ。すごい。これは団結力チャレンジは大大大大大大大成功。イエーイ。すごい、すごいね。順調も順調で、ね、嬉しい。1回目から成功できて、ね、嬉しい。じゃあ次のお題に行きましょうか。はい、全員正解になろう。そう、全員正解になろう。じゃあジュリー、ガチャガチャお願いします。次の代表者を、やりたい。その人、あ、コイン、ガチャガチャしたい。ガチャガチャしたい。ガチャ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 。確かに。いきますよ。はい、恥ずかしがり屋さんですか。シャイガールだ。シャイガール。シャイガール。あ、倒れた。無理やり弾きました。無理やり出しちゃったんですけれども、開けられるかな。ちょっと来た。開けられました。誰だろう。では次の代表者はレレン、大志田美月さん。すごい交代ですね。またまた中身さ、ジュリーとミツキしか入ってないじゃん。もしかしたらそこはちょっとあるかもしれない。あ、またね、ありがとう。それではね、MC 兼代表者ということで、じゃあ次のお題をお願いします。はい、おお、メンバーの中で、メンバーの中で一番のデキャラ。みんなこの前のあれ覚えてる。え、何？了解です。何？え、これ、ジュの配信。あれ、なんで抜かれてるんですか？ちょっと待って、これ。なるほど、なるほど。いろんな視点から見ていい？いろんな視点からも見てて。あ、確かに。それってなんか可愛がられてるの。あ、確かに。ご飯に行ってるとか、なんか遊びに行ってるとか。確かに。でも、でもこれ、私が思うモテキャラ。あ、そうか、美月が。うんうん、私が思うモテキャラだった。あ、待って、話題が変わってくるよ。あ、待って、待って、そういうことか。うん、私…あ、美月、あ、そっかそっか。待って、わかんない。わかんない。美月が思うモテキャラ。私が思うモテキャラです。美月はなんかいろんな人に思ってるから。え、ね、私も厳しい。あれ、いろんなモテがあるから。まあまあ、これでいきましょう。いや、難しいね。なんか誰視点でもよるね。確かに、そういうキャラのね。確かに、モテる。ちょっと心配ないけど、難しいかも。やるかな。大丈夫かな。いけるいける。みんなか、まだまだ考えてる。うん、いっぱい考えて。文字がインスピレーションだ。心理戦だからね、これは。そうなの。ちょっと難しいの。私なんだ、なんだかんだ、なんだかんだよ。でもみんなのこと好き。みんなのこと好きだよ。もう、あなたも嬉しいよね、これに関しては。確かに。書いて書いて。書いて書いて。趣旨が変わってきてる。どうかな、どうかな。まゆちゃん、書けた？決まりました。決まりました？おー、じゃあみんなの、じゃあ私以外のみんなの回答、じゃあオープン。どうぞ。どーん。どーん。おー。レノン。レノン、レノン、レノン、レノン。レノン。レノン。あと誰だ？レノン、レノン。レノン、レノン。レノン、レノン。え？
お, お, お れ, れあれ誰の回答が違う？あの惑わすようなことを。すみません、聞き出しました。あれあれレノンはなんて書いてあるの？アリス？アリス？みんなあレノン以外みんなアリス？あ違うわ。レノン以外みんなレノン？うん。そう。レノン以外みんなレノン。レノン以外みんなレノン。難しい。そうだね。じゃあここで気になる私の回答は。はい。こちらです。うわー、すごい、すごいレノン。私の言ったのがいけなかったね、確実に。ちょっと私は正解ですね。悔しい。なんでかというとですね、まあ結構なんだかんだすごい、あの一番メンバーに可愛がられてるっていうモテ、可愛がられてる視点で言ったらアリスかな。確かに。すごいね、レノン。ガチ恋っぽい。ガチ恋ね。レノンはなんでアリスなの？なんかアリスが本当に、なんか本当にみんなからアリスって感じで可愛がられてるのをよく見るので、しかも自分もするので絶対そうかなと思いました。そう、ガチ恋じゃなくて、なんだろう、なんだろう、モテ恋？なんだろう、モテ恋？なんかゲームだね。育てる、確かに育てる、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 仕方ない。ということで今回のチャレンジは失敗でした。全問正解ならず。まだ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 ではね、じゃあ次のお題に行きたいと思います。その前に代表者ガチャガチャを。そう、ガチャ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 。これって何？うん、大丈夫。うん、ジュリー。赤で、赤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 、結構ね。じゃあではでは、レノン、こちらへお願いいたします。なんかさっきから自分の思ってるなんかとかをさ、何違うんだよ。確かに、確かに、レノンじゃない、そうなんだよ。何言いそう？確かに、レノンになればいいんだ。そうだ、レノンに出てた、ごめんなさい、レノンの気持ちない。はい、じゃあ次のお題に行きたいと思います。お願いします。うわー、すごい難しい。私これ分かってる。メロンでしょ。メロンでしょ。ちょっと待ってよ。みんなでいつも一緒にいるから。はい。でも大変だったね。でもちゃんとこのアイちゃん入った後のヒントでね。あ、だから。え？いや分かんないよ。レノンだもん。ちょっと待って。ちょっと待って。待って。いや、リップシンクしよ。リップシンク。めっちゃいいね。この時。大まか、大まか。でも私分かっちゃった。一瞬一瞬とか。なんでわかるの？なんでわかるの？一番見ようとした。見るなよ。ちょっと管理者です。あ、オッケー、オッケー、オッケー。え、ケロちゃん。分かると思う。え、待って待って待って。大まかのこと？それとも単体とかのレノンシーンとか。本当一瞬の出来事とか。いや、けどアイドルにとって重要なこと。待って、やばい、わかんない。大まかすぎる。レノンってこう大変なところを見せないからさ。そうなんだよ。どうだろう。え、待って、難しいんだけど、どうしよう。難しい。いや、難しい、一番難しいかも。アイドルにとってこれ難しいね、ちょっと。ちょっと待って、ヒントだ。え、ヒント、ヒントお願いします。え、けど本当にあのみんなが絶対に、え、やってるかな。1日1回はやってると思う。え、待って、待って、やばい、1回バレる。あ、分かんない、1日1回か分かんないけど、こういう時とかは絶対やってる。あ、分かった、あ、分かった。確かになんかよく言ってるイメージはある。どうかな、どうかな、どうかな。そういうこと、今やってる。え、待って、今やってる、それ。え、分かんないよ。分かった、分かった。え、待って、分かんない、話してんの。分かったよ。これは分かったんじゃないですか。あれ、ヒントがありがたかったですね。マジ分かる。え、けどこれは結構ちょっと分かりやすいと思うけど、あれ、どうかな、どうかな、みんなどうかな、どうかな、どうかな。分かった。やばい、え、やばいかもしれない。ファンの方は自分と笑っている気がします。皆さんビビってきてるような。じゃあみんな、どうだろう。待って待って、急いで解こうか。萌えちゃんがバタ
悩んでんの？伝えます。悩んでんの？なんでもあんなに結構震えてたのにさ違ったら。お、いや、わかんない、めっちゃ簡単、めっちゃ簡単、みんなやってるでしょ、みんな、うん、みんな絶対やってる。簡単ってこと？めっちゃ簡単だよめっちゃ簡単だよ、これだと信じよう、これだと信じよう。そうそう、みんなにとってはめっちゃ簡単なことだけど、ヨナにとっては一番難しいこと。了解です。何が書いてあるんだろう。これちょっと一番ちょっと一緒に、コメント見ちゃう。コメントちょっと見てくんない？もう書いてるんでね、ヒントが欲しいな。え、待って、あ、朝起きることかなって。あ、確かに今日朝起きたから。いや、朝起きることはね、あの部活時代ずっとしてたのね。あ、そうだよね、ちょっと簡単なんですけどね。自撮りとか、あ、なるほどね。あ、自撮り虚無顔だって。虚無顔で一番得意なやつ特技虚無顔です。でも自撮りのコメントが多いかも ね。確かに自撮り多い。メイク、メイク、メイク好きそうだよね、うん、あれメイク上手だから。確かに、ね、みんな行けた？笑顔やめ笑顔っていうのが結構多い。あー、笑顔、ね、え、でも似てたんだよね、その中では。なるほど、布団から出ること。じゃあみんなかけた？かけたかな。はい、うん、まいちゃんかけた？かけた、かけた、かけた。みんな行けた？じゃあ、じゃあレノン以外のみんなは回答をオープンしていきましょう。はい、はい、行きますよ、大丈夫かな。せーの、オープン。待って、やばいかも。笑顔、笑顔、自撮り、口角を上げること。あー、自撮り、笑顔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 。あ、でも、笑顔、確かに笑顔、笑顔、笑顔、確かに。どっちも、なんかでも、わ、どっちも、どっちも違う。わー、すごい。でもなんて書いてる？固まってる。口角を上げること。あー、自撮り、自撮り、あー、自撮りが自撮りなのってことは自撮りなの。うん、わかんない、自撮りと笑顔。どっちも、どっちも笑顔、この気になる。ね、じゃあレノンの回答を行きます。いか？アリス。アリス。写真動画を写真動画を撮っていただくこと。ああ。え、撮っていただく。ニアピン。え、けど、でも、え、みんな多分正解だと思う。え、いきなり甘々なの？え、でも私撮っていただくでしょ。でも自撮りじゃん。自撮り。え、これどうする？うわ。厳しく言ったらみんな不正解だけど、ゆるく言ったらみんな正解だよ、これ。写真大変なんだね。写真っていう類、ね、写真で撮っていただく笑顔とかも含めて、うん、全部なんだ。なんかどんどん後付けが。え、じゃあ自撮りは OK の？自撮りは大丈夫？あ、難しいです。大変ですね。大変です。じゃあ、レノンが決めていい。レノンが決めていい。じゃあ、これはみんな成功でーす。やったー、よし、優しい、はい、よし、優しい。ということで、今回のチャレンジは成功ということで、ありがとうございます。では、ではまだまだ続くのでね、あのレノン代表者ガチャガチャをお願いします。すごい、ボーナス、ね、ボーナスのやつ。ガチャガチャしたい。青、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 あれ、レノン、また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 レノン。お、待って、頑張れ。お、いきます。だだだだだ、はい、おー、ゆっこちゃん、ゆっこちゃん、はじめこちゃん、ニコレのガチャ、イエーイ、いいな、行きたがってたからね。リコちゃん、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 リコちゃん。はい、はい、じゃあリコちゃん、はい、なんか似合うね、その前ね。先生、先生、先生。じゃあね、次のお題をお願いいたします。はい、あー、ミルモの世界に入ったら使えるようになりたい魔法は。リコ、私がリコだよね。リコ、リコちゃんだからな。リコ、なんだろう。え、リコ、ちょっと待って、これは難しい。難しいね。難しい。私はリコって思って今。リコ、私はリコ、私はリコね。リコ、私はリコ。え、でもあれかな。あ、でも分かった。何でもいいんだ。分かったっていうか。え、何だろう。え、何でもいい。思いつかないの。魔法が思いつかない。ね、確かに。何でもいい魔法。これ何でもミラモン。ミラモン世界観の魔法ってこと。それとももう普通に。いや、私が考えた魔法でいいんじゃない。普通に魔法でいい。え、どうだろう。なんだ、見るも、見るもの見るも、見るものの中、見るもの中、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、見るもの中、難しい。いや、でも、わかる、あ、オッケーオッケーオッケー。
えー、本当にの魔法じゃないですか、ね、ミコになる、ミコになる、普通の魔法いいね、なんだろう、難しい難しい、さてどうしよう、えかけてる人いなくないの、ね、まだ出ない、紹介先まで早かったのに、いやもうみんなピタリと、ちょっとヒント、いやヒントね、ヒント、いやでも私のショールームとか、うん、知ってる方がいたら、うん、まあ、こういう魔法を使いたいんじゃないかなって、なんか3つぐらいあるんだよな、2つ3つぐらいあるんだよ、ね、なんかショールームでそれ系のこと言った気がするかも、え、じゃあ決めるの、メンバーなんじゃん、リコファミの皆さん助けを求めて、リコファミの助けをもらおう、視聴者さん助けを求む、ちょっと待って、ファミの方助けをください、えー、でもあれかな、足つまらない魔法、どういうこと、つらないつらないつらないか、つらないか、つらないか、足つまらない、どこにつまってるの、穴とか、足つまっちゃった、足がピック足、なんだろう、なんだろうね、瞬間移動、いやちょっと待って、え、でもね、ミルム、ミルムの中に、ミルモの中にあるやつわかんね、ミルモの中にあるの、ミルモの中にあるやつ、あるやつなの、うん、そうそうそう、え、じゃってなると、え、は、違うな、なんだろう、なんだろう、中にあるの、でもさ、何でもできる、間違えた、何でもできる、確かに、何でもできる、リコいろいろあるらしい、あ、何でもできる、リコのイメージがいろいろあるみたいな、あらららら、あらららら、ららでも決めましたよ、私は、決めました、ちょっと、やばい、どうしよう、わかんない、これ多いな、確かに、チーム戦みたいな、確かに、あ、なんかそれ字が変になっちゃった、ちょっと待って、字が汚すぎる、確かに、続けますわ、もうこれにする、いや、私これな気がする、あ、これ、うん、ちょっと待って、本当にチーム戦みたいな、もういい、本当だね、これはチーム戦、私コメント欄から、え、待って、前コメント、コメント欄から書くから、迷うな、うん、決めました、決まりました、漢字が分かんない、私もありがとう、ありがとう、難しい、え、なんだろう、え、もうリコは決まってる、決まった、あ、なるほど、でも難しいね、これ当たるかな、瞬間移動多いね、コメントね、え、でもなんだろう、リコ、リコでしょ、マインドコントロールってきてます、怖い、これです、もう決まりました、うん、決まった、うん、漢字ごめん、ちょっと合ってるか分かんない、それも字がちょっとあれですが、久しぶりに漢字書いた、リコか、みんな書けた、薄いのね、書けた、書けました、あとちょっとかな、あと注意かな、プラス1文字、リコな、いろんなもの、うん、趣味じゃん、そうだね、映画好きだったりさ、そうだね、確かにハマってることとかもあるしさ、難しいんだよね、要素がありすぎて、リコ、うん、確かにコメント見ても難しいね、いけた、いけた、リコの発言から、うん、あれはもうリコは行動から取った、あ、できました、行動から、行けました、じゃあリコちゃん以外の回答を見ていきましょう、それではこちら、オープン、ドン、どうだろう、空飛ぶ、空飛ぶ、あ、空飛ぶ、みんな空飛んでる、空飛ぶ、え、私なんでみんな空飛んでる、チョコいっぱい食べる、な、空飛ぶ、え、待って、チョコじゃない、瞬間移動、チョコ、チョコモッチョでしょ、クモッチョ、瞬間移動、え、瞬間移動、え、なんか移動系多いね、移動系、じゃ待って、みんな、え、チョコいない、チョコしますよ、チョコすごい迷った、そう、チョコもね、チョコの確かにミルモが好きだからさ、ちょっとチョコかけてみた、なんで空飛ぶっていうのはどういう感じですかね、え、あ、理由を言ったっていう、確かに飛び交う、あー、もう本当にイメージか、もうミルモに寄せてみた、そうそうそう、じゃあリコちゃんの回答見てみましょうか、はい、じゃあリコちゃんお願いします、せーの、ででん、みんなの恋を叶える魔法、あ、待って、あ、確かに、勝負、なんか、そうなんですよ、知ってたんで、恋愛相談乗ってるんですよ、ね、恋愛相談、ファンの方々のその恋愛相談に乗ったりとかね、かすることが多いので、はい、恋を叶えるということで、しかも、いるのか、そう、一人もいない、一人もいないよ、リコちゃん、びっくりした、空飛ぶ、ちょっと見るもんじゃない、チョコで、ちょっとね、ちょっとダメ、思った、ちょこっとね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 、
あらなるほど、じゃあこういうことはちょっと動揺がということで今回のチャレンジは失敗です。あなるほど、難しかった、ね、難しかったね。なんかどんどんお題のあれが上がってるね。難しい、難易度が、うん、いや難しい、うん、じゃあ次がラストということで、早いもので、じゃあリコちゃんガチャガチャお願いします。終わりよければ全てよしですので。そうなんですよ、じゃあ次のお題に行きましょう。お願いします。おお、ギルモたち妖精が空を飛ぶときに使ううちわ、うちわを使った可愛いポーズといえば。おお、なるほど、ジェスチャーね。ジェスチャーね、みんな。ジェスチャー、うちわを使った、うちわ、うちわがあるんで。すごい、うちわで、うちわ、うわー、うちわ、可能性は無限大ですよ。2個ずつかな、1個ずつだね。今回は1個です。本当は2個なんですけど、ね、今回は1個です。2個で、ありがとう。はいはい、あ、これなんか自分だけ、うん、このうちわを使った可愛いポーズといえばで、マイちゃんが思う可愛いポーズを、まずマイがね、揃えていきたいと思います。ちょっと待って、マイが思う、それとも出てくる感じじゃなくて、私じゃん。もう前ちゃんが可愛いポーズ。もう前は自分を貫いて。うん、可愛く。頑張ります。ちょっと待って、ちょっと待って。違うよ。飛んでる時だもんね。みんな。決まった、みんな。もう、はい、もう、ザ、もう。うん、揃わなそうとか言わないでくださいよ。揃えていくんですよ。頑張ります。前ちゃんも決まった？オッケー、じゃあ今回はね、みんなでせーのでやっていきたいと思います。じゃあ、どうしよう。みんな考えた？大丈夫？大丈夫？大丈夫よ。大丈夫。じゃあ、まいちゃん、せーのお願いしてもいい？みんなで。任せてくださいよ。いきまーす。せーの。あ、もう、やばい、やばい。誰が揃ったの？待って、全員違くない？違うよ。葵と私が揃ってますよ。わー、なんか。あ、アリちゃんとか一緒じゃない？一緒？あゆみ一緒。あ、一緒？誰かウィンクしてる人いないの？え、まいちゃんはウィンクしてない、ですか？スタンダードです。なるほど。スタンダードに飛んでおります。いつものまいちゃんはちょっと意識しすぎたかもしれない。いや、確かに。ウィンクまいちゃんをね、召喚しちゃった。あ、そっか。この感じがね。そうなんですよ。君夢のね、MV でウィンクしがちな私なので。でもみんなわかってる、私のこと。ひょっこりまいまい。これはしきれなかった。はい。あ、なるほど。ね、ということは今回のチャレンジは失敗ということで。ラスト問題だ。ラスト問題。結果2問正解した。2問。じゃあ5問中2問正解ということで。なるほど。ということで、ね、全ての問題は終了した。あ、マンモネツか。マンモネツ。あー、ジュリーのやつが、うん、そうだね、そっか、そっか、そう、1個、アマワレモン問題がありましたので、ほぼ1問に近い2問。そうだね。なるほど。じゃあ、葵ちゃんやってみてどうでした？あー、どこ、あー、合ってる？うん、なんか1問目あったのでもう楽勝でしょと思ったら全然そんなことなくて、ちょっと悲しいです、ね、でもこれ、あの、舞台終わってやったらね、めっちゃ揃うかもしれない、まあ、確かに、リベンジしよう、うん、もうさ、こっからはね、上がるしかないから、怖いものなんてないよ。確かに。これからもっと団結力を高めていきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ろう。ということでね、じゃあそろそろ次の企画に行きたいと思います。私は代表者の代表者が飛んで、パタパタパタ、こういう事故、うちは久しぶりに乗った。ね、確かに、乗った気したくなっちゃう、うちは。ね、青いですね。
はい、じゃあさてさてね、団結力チャレンジも盛り上がりましたが、はい、ここでいよいよお待ちかねのニャリーイコールジョイフェアリーライブステージミルモデポの配役を発表させていただきます。すごい思いましたが、先ほど紹介した12人の役を誰が演じるのか、ここで初解禁となります。いよいよじゃあそれでは早速参りましょう。まずはこちら、うん、ハピー役、ムー役を発表します。はい、じゃあパピーはね、あのウサギの耳がついた帽子がトレードマークで、ムルモのクラスメイトで、ムルモのことが大好きです。そしてね、ムーンは口数が少なくミステリアスな妖精です。それでは発表していきます。はい、パピー役は山野アリス、そしてムーン役は山田桃香ちゃんです。かわいい、かわいい、お、ウサギ。それじゃあね、意気込みを聞いていきます。じゃあまずパピー役のアリスお願いします。はい、パピーちゃんを務めさせていただきます。はい、そうですね、やっぱり素直になれないのと、ちょっとツンデレな、ね、性格なところもあって愛おしいかなと思います。パピーちゃんになれるように頑張ります。よろしくお願いいたします。じゃあムーン役のモモカお願いします。はい、ムーン役を務めさせていただきます。ムーンはね、無口でミステリアスな役なんですけど、なりきれるようにね、普段はちょっとうるさいんですけど、そんなムーンをね、上手に表現できるように大切に演じさせていただきたいと思います。頑張るのでよろしくお願いします。はい、じゃあそれではどんどんいきたいと思います。お次はこちらです。理系役、ペータ役を発表します。理系は、妖精界一の美形らしくナルシストです。ペータはですね、見るもの友達で感激すると泣いてしまうことがよくあるんだそうですよ。誰になるんでしょう。ではでは発表していきます。理系役はリコちゃん、ペータ役はジュリーです。じゃあまたね、意気込みを聞いていきます。じゃあリコはどうかな。はい、美形役を務めます藤沢リコです。美形はちょっとナルシストなところがあるので、あの舞台まではこうナルシストで生きていきたいなと思いますし、あのやっぱモンブランが好きということで、普段からモンブランをいっぱい食べて、あの美形をね、皆さんに届けられたらなと思います。よろしくお願いします。似合う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 。じゃあジュリーお願いします。はい、ペータ役を演じさせていただきます。アイムジュリーです。あのペータの心、優しいとこだったり涙もろいところをしっかりと表現できるように、うん、原作のファンの方にあのなんていうの、うん、恥じないようにしっかり大切に演じさせていただきたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。楽しみ、ね、はい、じゃあさて続いてはこちら、うん、ごめんなさいね先走っちゃった。はい、じゃあ続いてはこちらのキャラクターたちです。ガビン役、マンボ役を発表いたします。ガビンはね、ネガティブでマイナス思考で、ガビーンが口癖です。マンボはね、ちょっとそんな役回りに当たることが多くて、あの周囲からバカにされちゃうとかっこ悪いって言うなとよく言うそうですよ。ではでは、発表していきたいと思います。ガビン役はアオイ、マンボ役はマイちゃんです。かわいい、かわいい、かわいい。じゃあね、アオイ意気込みお願いします。あ、はい、ガビン役を務めさせていただきます、大西アオイです。もうガビンに出会う前から私もガビーンと日頃言い続けていたのでなんという運命でしょうと感じております。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ舞ちゃんはどうかな。はい、マンボ役を務めさせていただきます高橋舞です。マンボはすごいね、帽子もね、服も、うん、オレンジなんですけれども、うんうんうん、皆さんお気づきですか。全体のカラーもオレンジなんです。いただいた時はとっても嬉しかったです。マンボはね、ちょっとかっこ悪いんですけど、かっこ悪いって言うなっていう、あの強気な気持ちで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では続いてはこちらのキャラクターたちです。サスケ役、ハンゾ役を発表いたします。ハンゾとサスケはですね、ヤシチのことを兄貴と慕う子分の妖精で、サスケは語尾が丸々だぜ、ハンゾーは語尾が丸々なのらというちょっとね、赤ちゃんな、キャラクターたちです。では発表していきます。はい、サスケ役は
あゆみちゃん。半蔵役は私、大志田美月です。じゃあ、あいちゃん意気込みをお願いします。はい、サスケを演じさせていただきます、小沢あゆみです。私も勝手ながらこう年長組なのでまとめないとって意気込むんですけど、いつもちょっと空回りしちゃったりみんなから突っ込まれることもあるので勝手にこう親近感も湧いてましたし、すごく愛くるしくって大好きなキャラです。サスケと共に過ごせる時間を大切に一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。似合うって。え、なぜ頑張るなぜ絶対違う。はい、じゃあ私もですね、あの半蔵役をやらせていただく押田美月です。半蔵はちょっとおまぬけなんですけれども、あのどこか憎めないキャラクターとなっていて、なんかおまぬけなところがちょっと自分自身も重なるところがあるなと思うので、あのすごく愛おしいなと思っています。全身全霊で半蔵を、表現できるように頑張ります。よろしくお願いいたします。7だね、似合うね。ありがとう、丸々7だ、お願いします。じゃあね、残る4役のうちの2つを発表していきたいと思います。はい、じゃあ最初にね、ムルモ役、ヤチ役を、発表しますね。ムルモは、ミルモの弟で、あのちょっと腹黒い一面もあって、ヤチはミルモのライバルで、古文のさっきあの発表したサスケと半蔵を従えております。じゃあ発表していきたいと思います。ムルモ役はあゆみん、ヤチ役はレノンになっております。はい、じゃあ意気込みをじゃああゆみんからお願いします。はい、ムルモ役を務めさせていただきます、市原あゆみです。そうですね、ムルモはあざとくて、でも実はちょっとこう腹黒いっていう一面があるので、そこを研究してあの頑張っていきたいと思います。でね、あのムルモはミルモの弟ということで、あの私ニアジャイの中であの身長はちょっと高い方かな、うんうんうん、なのであのでかい弟役頑張って頑張ろう。じゃあ続いてレノンお願いします。はい、ヤシチ役を演じさせていただきます、エスミレノンです。さっきもあの発表されたように、あのサスケと半蔵役のアイちゃんとミツキを従えられるような兄貴、強い兄貴になれる、演じれるように頑張りたいと思います。皆さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあね、続いて残り2役のリルムとミルモの役を発表させていただきます。リルムちゃんはミルモのことが大好きで、ミルモの婚約者です。そしてミルモはね、あの短気でわがままでへそ曲がりな、妖精の国、妖精の里の第一王子です。はい、じゃあ発表させていただきます。リルム役はユカちゃん、ミルモ役はコノアです。よろしくお願いします。じゃあ二人とも、じゃあ意気込みを、じゃあユカちゃんからお願いします。はい、リルム役を務めさせていただきます、村山ユカです。はい、そのリルムちゃん の何事にも全力な性格だったり、恋に一途なところがとても大好きなので、今回リルム役をさせていただけることにとても感謝の気持ちでいっぱいですし、リルム の性格にしっかりと向き合っていって、あの舞台を見て楽しんでいただけるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。楽しみ。じゃあそして最後、主人公のミルモ役となった、じゃあコノアお願いします。はい、ミルモ役を務めさせていただきます、天野コノアです。ミルモはですね、とっても優しいところだったり、周りを気遣うことができる性格がとっても大好きなキャラクターなので、ミルモの魅力を、全身全霊でお届けできるように頑張ります。そしてですね、この舞台を、大切な作品を舞台そしてさせていただけることに感謝を忘れずに、原作へのリスペクトを常に持って、みんなで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。頑張りましょう。じゃあニャージョイ一団結して頑張っていきましょう。はい、はいはい、改めてこの12役で頑張っていきますので、視聴者の皆様も楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、それでは配役も発表されたということで、ここで、実際に衣装を着てミルモたちの格好で撮影した舞台のメインビジュアルを初公開したいと思います。はい、私たちも見るの初めて。忘れてた、やばい、緊張する緊張するね。ではでは、よろしいでしょうか。はい、はい、ではでは、いきますよ。こちらです、どうぞ。みんなのさ、衣装姿合ってない
ね、これ一人ずつ衣装を着て撮影したんですけれども、ね、本当に素敵な衣装で、あゆみなんか感想とかあります？そうですね、本当にでもみんなの衣装初めて今見たから、もう可愛くて可愛くてびっくり、ね、可愛い、すごい、可愛い、レノンかっこよすぎない？ちょっと ね、じゃあゆうかちゃんは実際着てみてどうでした？はい、そうですね、やっぱり帽子とかもこうみんなそれぞれキャラクターに合ったその特徴だったりっていうのがすごくこうみんなに合ってるなって思って、すごくこれからねこう実際見たりできるということでとても楽しみです。いやー、みんな可愛いね、すごい、全員で揃いたいね、ちょっと、ね、確かに全員会いたい、みんなで可愛い、ね、じゃあ他に感想ある方は、じゃあ、あいちゃん。わー、かわいい。でも本当、私たちも今初めて見たから、もう、なんだろう、もう本当になんか始まるんだなっていうのが改めて、なんか実感して、なんかすごいゾワゾワ、いい意味の、いい意味のゾワゾワなんていうの、なんかそう、ゾクゾク、どっちもゾクゾク。なんかわかる、なんか胸からうわーっていう感じがして、本当に楽しみですし、よりこう、みんなで一致団結して、一生懸命なんか素敵な作品を作り上げていきたいなって改めて思いました。頑張ります。頑張ろう。コメントでいっぱい見に行くよーって感じ。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。髪型もね、新鮮だったね。確かに赤が、ね、赤がこれでじゃないのが、ね、確かに髪巻いてます。結構カラーゴムとかさ、ジュリーとかもさ、カラーのゴムで結構可愛い、なんか、ね、なんていうのあれ、可愛いよね、カラーゴムで、カラー玉ねぎヘアみたいな、玉ねぎヘアみたいなね、なんか新鮮だよね。確かに可愛い、みんな普段とは違った髪型とか、なんかあんまり着ない色とかなのね。可愛い、ぜひぜひ。確かにメイクもまたいつもと違う。アイス、あ、可愛い、可愛い、可愛い、つけまデビューした、つけましたした、つけましたした、つけました、つけました、つけました、日本、日本つけました、つけました、すごい。ちょっと皆さん、つけまもね、見えるかもしれない。確かに。じゃあ普段とはね、違う私たちをぜひ楽しみにしていてください。はい。ということで、今回の生配信もそろそろお別れのお時間となってしまいました。はい、最後に、この舞台のチケット情報についてです。じゃあ、コノアお願いします。はい。本日、配役やメインビジュアルを発表させていただきました。ニアリーイコールジョイ、フェアリーライブステージ、見るもでポンですが、チケットがですね、ニアリーイコールジョイ、ファンクラブ選考で、この後、4月25日の20時15分から発売されます。ありがとうございます。公演はですね、2部制となっていまして、1部は見るもでポンの物語を、そして2部ではミニコンサートをお届けします。これから一生懸命練習しますので、皆様ぜひ、劇場へ足を運んでください。待っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。すごいね。そしてね、配信を終わる前に、私たちからもう少しだけお話しさせてください。はい、じゃあ、愛ちゃん、お願いします。はい。今配信しているイコノイジョイチャンネルですが、来月の5月1日に開設3周年を迎えます。ありがとうございます。そして私たちね、ニアリーイコールジョイが参加してからもう1年が経ちます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで今年のゴールデンウィークはですね、普段よりたくさん配信をしていこうと思っていますので、ぜひ皆さん視聴、そしてチャンネル登録まだだよって方はぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあそして次はリコちゃんからお願いします。はい、私たちの冠ラジオ番組ニアリーイコールジョイのラジオで夜更かしが FMNAC5 にて毎週土曜日24時30分から25時の30分間ですね、放送中です。ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは最後にレノンお願いします。はい、イコールラブさんの13枚目シングル、この空がトリガー発売記念、そしてノットイコールミーさんの6枚目シングル、天使はどこへ、ノイミー版発売記念のオンラインお話し会にニアリーイコールジョイも参加させていただきます。詳細はホームページをご確認ください。ご応募ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。そしたら最後と言ったのですが、もう少しだけお話しさせてください、はい、明日4月26日はレノンの誕生日です。おめでとう。ということで私たちからケーキのプレゼントがあります。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとレノン、ハッピーバースデーとユー、おめでとう。おめでとう。
とこ上ここせーの、あ、すごい、お誕生日おめでとう、おめでとう、やったー、15歳になるのか、あ、成人だ、成人だね、え、ちょっと待って、本当にいきなりのことでちょっと心臓が止まりかけたやばい、どうしよう、あ、嬉しい、おめでとう、やったー、おめでとう、ありがとう、いいね、じゃあね、18歳になるけど抱負などあります、レノン、18歳ということで私は成人するんですけど成人するということで、あの今年っていうか、あのこれまでよりももっと大人に周りをちゃんと見れるように、あと幸せに1年過ごしたいと思います。大事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 、成人おめでとう、おめでとう、ありがとう、やったー、プリンが乗ってる、すごい、美味しそう、本当だ、フルーツ大好きなんでめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、なんか遊んだ時にさ、うん、この今年の誕生日はもう一人でケーキ買って食べるわ、みんなで食べて食べて、なんか幸せでみんな立ち上がっちゃったね、ありがとう、じゃあお着席ください、ありがとうございます、はい、それではね、あの本日はあのいろいろな盛りだくさんの配信となっていたのですが、私たちもこれからあの頑張ってお稽古して皆様に素敵なものをお届けできるように、一致団結して頑張ります。はい、それでは本日は配信を見ていただきありがとうございました。ニアリーコールジョイ一丸となって舞台頑張ります、よろしくお願いします。それでは以上、ニアリーコールジョイでした、バイバーイ、レノお誕生日おめでとう。